ニューワールドミレニアム香港ホテルニューワールドミレニアム香港ホテルの一ロビーニューワールドミレニアム香港ホテルは香港の九流半島チムシアツにある高級ホテル2014年6月30日まではホテル日光香港でジャルホテルズ参加のホテルであったイギリスの植民地下であった1988年に香港初の日本資本の高級ホテルとしてオープンした チムシアッチ東の海岸沿いにあり、ハーバービューの客室やロビー、レストランや屋上のプールなどから、ビクトリアハーバーと香港島の景色を目の前に見ることができる。また、日本航空の系列企業が経営することから、日本人スタッフや日本語を理解するスタッフが多いなど、日本人客対応が充実していることでも知られており、楽天トラベルが主催する楽天トラベルアワードで、 最優秀ホテル賞を受賞するなど高い評価を得ていた。レストランや宴会場、ブティックなどの店舗があるほか、通常の客室以外に日光フロアという上級クラスの客室も用意されている。なお、日光フロアに滞在する宿泊客は、エクスプレスチェックインや日光ラウンジでの朝食の無料サービス、無料の飲み物やスナック、プレディナードリンクサービスを受けることができる。 ファーガソンホテルマネジメントへの売却により、2014年6月30日を、もって、ホテル日光香港としての営業を終了し、同年7月1日より現名称の、ニューワールドミレニアム、香港ホテルに変更した。急流半島、チムシアッツイのビクトリアハーバー沿い、ウォーターフロントプロムナードの最終地点脇の繁華街に位置する。大型免税店。 DFS やレリアが目の前に立地するほか、大規模ショッピングモール、新世界中心や、ウィングオンプラザ、スーパーマーケットや、コンビニエンスストアも徒歩圏内に複数立地している。香港 MTR 西鉄線の尖狩東駅や、中華人民共和国の甲州との間を結ぶ旧、高鉄路の紅駅に、徒歩8分でアクセスできる。なお、香港島中間へのスターフェリー乗り場は、 徒歩15分、マカオへ向かう急流川フェリーのリバへは、徒歩25分である。さらにエアポートエクスプレスの急流駅と市内のホテルを結ぶ定期バスも停車するほか、宿泊客には、ホテルとチムシアッツイのショッピングモールなど各所を結ぶ、無料シャトルバスサービスも用意されている。ビクトリアハーバー方面からの前景。ありがとうございます。